どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、大変や、トーマスのチューイングガムが生産終了やって。なんだと？もう、子供の頃にアホほど食べとったお菓子だけに生産終了って聞いて、ほんまショックやったわ。思い返せば、何年も食べてなかった。最後に、もう一度だけ食べたいんだけど。もう店頭に置いてあるだけみたいやな。探すしかあらへん。あとはメルカリ。もしかして転売されてる？今検索したらあったわ、メルカリに。ええ。まあ高額転売って感じやないな。1個100円くらいやし、なんかもはや何のために出品しとるのかわからへん感じや。メルカリで買うしかないか。そこまで食べたいん？そんなわけで今日のレビューはこちら、スパイダーマンスパイダーバース。スパイダーメンや再レビューやな。うん、最初のレビュー動画は消しちゃってて、今回最新作の公開に合わせて見直したから。なんか今年もアニメ映画熱いな。来月にはジブリ新作もやりますし、マリオとかも大ヒットしましたし、今はスパイダーマン上映中と。この作品ものすごくよくできてるんだよ。これっていろいろなスパイダーマンが出るみたいな感じの作品よな。キービジュアルの時点で3人もスパイダーマン映っとるし、スパイダーマンファン向けなん。この作品そのあたりがものすごくうまくできてるんだ。過去のスパイダーマンを見てたら楽しめる部分も確かにあるんだけど、実写のスパイダーマンだけじゃなく、アニメとかコミックのいろいろなスパイダーマンが出てくるから、元ネタが全部わかる人ってよっぽどのマニアくらいなんだよね。スパイダーマンが知性ですか。だからこそなんだけど、知ってれば楽しめる部分は確かにあるけど、逆に知らなくても楽しめるんだ。ほう、うまいことできとるんやな。物語はスパイダーマンことピーター・パーカーの自己紹介から始まるんだ。彼がこれまで何をしてきたのか、どうしてスパイダーマンになったのかがジョーク混じりに語られる。ジョーク混じりってところがスパイダーマンらしいな。スパイダーマンは過去に何度も実写化されてるんだ。そのシーンを再現するようなシーンもちらっと出てきたりして、もしかして私たちが見たあの実写映画のスパイダーマンなんじゃと感じさせるようになってる。なるほど、断定はしとらへんけど、もしかしたらってなるんやな。ちなみにこの自己紹介パート、今作に出てくる全スパイダーマンがやります。全部何人出てくるん？6人。自己紹介だけで映画終わりそうなんやけど。そこがうまいんだよね。3人目までは自己紹介と過去に何があったのかを軽く描いてるんだけど、4人目からは3人一気にやる上に3人のパートは途中で中断される。おお、映画の中でお約束を作って、それを4人目以降に一気にやろうとしたところを中断することでボケとツッコミになるんやな。うん、ものすごくやり方がうまいんだ。スパイダーマンらしいジョークがこの作品には散りばめられていて、それがきちんと笑いにつながってる。重くなりすぎない感じなんやな。だけどこの作品の主人公はそんなピーター・パーカーじゃないんだ。スパイダーマンってピーター・パーカーのことやろ。それが主人公じゃない。この作品の主人公は彼、マイルス・モラレスなんだ。彼は警察官の父を持つ思春期の少年で、どこか普通でいたいと思ってるんだけど、秀才ゆえにエリート校に入れられて馴染めずにいるんだ。エリート校は独特の雰囲気あるもんな。両親に対しても反抗期で、両親よりもアウトローな雰囲気漂うおじさんの方を慕ってるくらいなんだ。思春期やな。そんな彼がある日、特殊な雲に噛まれることで力を手に入れるんだ。なんやろ、スパイダーマンとしてはめっちゃ王道な始まり方やないですか。うん、スパイダーマンは何度も映像化されてるけど、実写映画の場合はこのパターンが多い、ベタ中のベタとも言える王道の展開なんだ。でも彼は別に特別な力を欲してない。目覚めた力を思春期のせいだと言い訳するくらいなんだ。あくまで普通でいたいんやな。自分の力に戸惑い、慣れない中で自分の力が実在するスパイダーマンと同じなのではと思うようになるんだ。そんな中で彼はこの世界のスパイダーマンと出会う。おお、いろいろと教えてくれそうやな。本来は彼にとっての唯一の理解者であり、師となる存在だった。だった。この世界のスパイダーマンは物語の序盤であっさりと敵に殺されてしまうんだ。彼の目の前で殺されてしまったスパイダーマン。この世界には彼以外にスパイダーマンはいない。教えを請うべき相手を彼は失ってしまう。なんで？まるで世界が調整したような感じなんだ。マイルスという新たなスパイダーマンが現れたからこそ、世界がスパイダーマンという存在を一人にするために、この世界のピーター・パーカーはあっさりと殺されてしまう。悲しいな。ヒーローから彼は託された悪人の悪事を止めないと、世界が、街の人々が、愛する人がやばい、大いなる力には大いなる責任が伴う。あ、それスパイダーマンでよく聞くセリフ。そのスタンスは変わらないんだ。欲しがって手に入れた力ではない。でも彼は自分が力を手に入れたからこそ、目の前でスパイダーマンが死んでしまったからこそ、責任を果たそうとしている。ええ子やんけ。だけど彼は何もできない。スパイダーマンの特技とも言えるスイングすらできないんだ。まだ子供やしな。でも彼は一人じゃないんだ。え、最初に言った通り、この作品には多くのスパイダーマンが出る、いわゆるマルチバース、多次元宇宙と言われるものなんだ。いろいろ可能性の分岐した別の宇宙ってことやな。うん、敵の悪巧みによってそんな宇宙同士、
次元の壁に穴が開いてしまった影響で、いろいろな次元のスパイダーマンが、この世界にやってくる。おお。彼はピーター、B、パーカー、この世界のスパイダーマンと違って、落ちぶれてるヒーローなんだ。自堕落な生活でお腹も出てて、不精ひげもたくさん、愛する人とも別れ、愛する人も失い、彼は、ヒーローとして、どこか枯れてしまっている。いろいろあったんやろうな。そんな彼をマイルスは、頼るしかない。でも、そんな彼も腐ってもスパイダーマンなんだ。自分の世界に帰るっていう目的はあるんだけど、彼もまた、ずっと、たった一人で、孤独にスパイダーマンをやってきた。そんな中で、自分と似た境遇の同じスパイダーマンに出会ったんだ。なるほど、孤独だったけど、孤独じゃなかった、みたいなことですか。次元の壁はある。でも、同じように孤独に、スパイダーマンとして戦ってた仲間がいる。それは、スパイダーマンにとって救いなんだ。ヒーローは、基本的に給料をもらってるわけでもない。あくまでも、善意、大いなる力を手に入れと責任を果たしてるに過ぎない。仮面ライダーも、一部以外は無職とかやもんな。自分自身が正しいと思うことを、誰かを守るために孤独に戦ってきた。でも、そんな戦いが長引けば心は削れていく。ピーター、B、パーカーは、あり得たかもしれない、少し未来のスパイダーマンなんだ。ヒーローは孤独なんやな。そんな彼も、マイルスや別次元のスパイダーマンと出会うことで変わっていくんだ。ヒーローとしての心を、新米スパイダーマンであるマイルスの死になることで、ある種、初心を取り戻してると言っても良いんだ。ええやん。スパイダーマンらしい軽口を叩きながら、時に、敵のアジトに侵入しながら、コミカルにマイルスとの師弟関係を確立していく姿が微笑ましいんだよね。マイルスは、技術を教わって、ピーター、B、パーカーは、初心を取り戻していくんやな。ん？なんか文字出てません？この作品、アニメーションとしての演出もかなり遊んでるんだ。ほう。この作品はフル CG で描かれてるんだけど、いわゆる日本のセルルック CG 調なんだ。でも、この作品の場合はどっちかといえば、アメコミ調って言った方がわかりやすいかもしれない。おう、なんか本家って感じやな。まるで、コミックのコマを切り取ったようなシーンの演出、セリフの文字演出を取り入れまくってるんだ。ページを、一枚一枚めくるかのように、コミカルな演出の数々をアニメーションとして取り込んでる。すごい、似たようなことをやっとる日本の作品もありますけど、ちょっとベクトルがちゃう感じなんやな。特に、色合いはザアメリカって感じだね。日本の作品では、トリガー制作のアニメくらいでしかお見かけしないような、ビビッドな色合いをこれでもか、と使ってて、ちょっと見てて目が疲れてくる部分もある。あれやな、日本人がアメリカのケーキ食べて、あまりの甘さと色合いの派手さにビビる感じと似とるな。特に面白いのは、モノローグの演出なんだ。普通は、心の声は心の声として、声に、少しエフェクトをかけてることが多いんだけど、この作品は、さらに、心の声を、漫画の吹き出しのように演出してる。おもろ、ほんまに漫画読んでるみたいや。雲の糸を使った、シーンやアクションの数々は、目まぐるしいほど動きまくってて、スパイダーマンだからこその、アクションの数々をこれでもか、って描いてるのが、この作品なんだ。やば、めっちゃ見たくなってきたわ。他の次元からも、多くのスパイダーマンがやってくるんだ。彼らは、自分たちの世界で孤独に戦ってきた、大切な人を守るために、大切な人に正体を隠し、多くの人を守るために、大切な人が犠牲になることもある。全員は救えへんのよな。孤独だったスパイダーマンたちが次元の壁が崩れたことで、マイルスの世界に集うんだ。孤独だった彼らが同じスパイダーマンだからこそ話せることも、理解してもらえることもある。同じスパイダーマンだからやな。ヒーローの悲哀と苦悩をマルチバースの中で、キャラクター描写として描き、それが、キャラクターの魅力と印象につながるんだ。なんか、全員絵柄違うの面白いな。いわゆる元ネタになってる漫画とかがあるからね。それぞれ違った世界の、時代も媒体も違うスパイダーマンが集う作品なんだ。スパイダーマンだからこそできる作品なのかもしれへんな。ある種のメタネタなんだよね。スパイダーマンの実写はリブートという形で一から作り直されたりすることもあったし、いろいろなコミックや実写、アニメのスパイダーマンがいるんだ。いろいろなスパイダーマンがほんまに私たちの世界にもおるからこそのネタってことですか。女性のスパイダーマンはもちろん、ロボットに乗るスパイダーマンだったり、モノクロのスパイダーマンだったり、豚のスパイダーマンまでいる。豚。彼らは、元の次元に戻るため、敵の野望を食い止めるために協力してくれるんだ。もちろん、マイルスも未熟でありながら協力しようとする。でも、彼は、敵の正体を知って悩むんだ。敵？マイルスもスパイダーマンであり、ヒーローなんだ。ヒーローには、スパイダーマンには、悲哀がつきもの、ある種の運命のようなものでスパイダーマンは、縛られてる。スパイダーマンでおじさん亡くなりがちやもんな。スパイダーマンたちも、自分たちの世界で、大切な人を亡くし、孤独に戦ってきた。だからこそ、マイルスの気持ちもわかる。これはある種の通過儀礼なんだ。悲しき定めやな。彼らは一人で乗り越えてきた。でも、マイルスには、多くの仲間がいる。彼は一人じゃない。同じように悲しい宿命を背負ったスパイダーマンが、彼に寄り添ってくれる。スパイダーマン。大いなる力には、大いなる責任が伴う。自分を犠牲にしても、勇気を持って、踏み出さないといけないこともある。この作品は、一人のヒーローが、一人のスパイダーマンが、生まれる瞬間を丁寧に描いてるんだ。王道やな。マルチバースでスパイダーマンだらけやけど、まっすぐなスパイダーマンの物語なんやな。
自分たちの世界では孤独に戦ってきた彼らが、この世界では同じスパイダーマンと協力して敵に挑むんだ。この世界のスパイダーマンが一人ではかなわなかった敵にみんなで挑む、見応えたっぷりのアクションシーンは本当に素晴らしいんだ。燃える展開やな。自分は一人じゃない、孤独に戦ってきた彼らが実感するように戦う姿、そして最後にはマイルスただ一人で敵に挑む。おお、これぞ真のスパイダーマンやな。最初はスイングもできなかった彼が、犠牲になった愛する人の思いを背負い、スパイダーマンたちの思いを背負い、家族を、街を、スパイダーマンを守るためにただ一人で戦う。熱い。この作品は普通の少年が親愛なる隣人、新しいスパイダーマンになるまでの物語なんだ。それが2時間ほどの尺でギュッと描かれてる。マルチバースでいろいろなスパイダーマンが出るっていう奇抜さはあれど、ストーリー自体はスパイダーマンの誕生っていう王道の物語に仕上げとる感じやな。うん、いろいろなスパイダーマンたちの元ネタを知ってると楽しめる部分はあるんだけど、知らなくても問題なく楽しめるし、ラストは続編につながる展開も描いてる。それが今やっとるやつやな。もう二度と会えないと思っていた別次元のスパイダーマンたち、そんなスパイダーマンたちとマイルスたちがなぜか再会してるんだ。あかん、めっちゃ気になる。今やってる方のレビューの近日公開。ほなまた次回。じゃん。